小橋めぐみの本のめぐみ。この番組は青山ブックセンターさんのご協力のもと、毎月おすすめの本をご紹介していきます。皆様こんにちは、小橋めぐみです。今回も青山ブックセンター本店の書店員山下さんとともにお届けします。山下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今回は特別ゲストとして私の大切な友人であります酒井若菜さんがゲストで来てくださいました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝早くからありがとうございます。いいえ、とんでもないです。若菜ちゃんはこの番組を見てくれてて、そう、第1回からなんと、見てくれてて、そうなんですよ、第1回を見た時の、このぎこちなさに衝撃を受けて、でも今はね、すごく2人のコミュニケーションが出来上がっていて、すごく安心して見られるんですけど、その第1回の衝撃で、めぐちゃんこれ私出るよって言ってその時に言ってたんですよね。でそれがようやく今、念願かなって私も出させていただくという運びになりました。ありがとうございます。不思議ですね。なんかお恥ずかしいですけど、面白く見てます、若菜ちゃんもすごく本を読むのが大好きで、あとエッセイと小説も出されていて、そうですね、私とめぐちゃんが仲良くなったきっかけも本が好きだっていうことだったり、あと私が書いた文章をめぐちゃんが好きなんですって声をかけてくれたことがきっかけでお友達になったみたいなもんなんで、そうですね、私は彼女のブログが大好きで、会う前から読んでよく音読していて、泣きながら読んだりしたこともあったんですけれども、それで実際に初めて共演して、それから何だか仲良くなって、そうだね、もうここ2週間で3回会ってますからね。そんなに今の、非常に仲良くさせてもらってます。そして今回は3人とも大好きな向田邦子さんの特集をしようということで、今回はそれぞれおすすめの一冊を持ち寄ってきました。でこの青山とゆかりがあるんですよね。ガッサガサガッサガサになってきちゃった大丈夫、朝だから朝だから毎回朝だから向田さんは青山とゆかりがあって、この近くに住んでいたんですよね、ずっと。そうですね、その関連書籍とかエッセイとかでも、この界隈のお店がすごくたくさん出てくるんで、で私とめぐちゃんがお茶をする時も青山がすごく多い、から、あ、ここ向田さんのエッセイに書いてあったあれだねとか、このカフェ向田さん来てたらしいよとか、いつもそういう話をしてる感じなんですよ。マンションもね、マンションね、上なんか前から見てね、入りたいね、入りたいねって言ってやってましたね。はい、そんな感じで3人でお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに、私のおすすめの本をご紹介していきたいと思います。今回3人だから、こういうなんか ね、重大しゃべり場みたいな。向田邦子さんのエッセイ集の父の詫び状なんですけれども、これは私10代後半ぐらいに初めて読んで、でもう今になっても幾度となく読み返している本で、割といろんな本を読みたいから乱読で結構次から次へ本を読んでいくんですけれども、これだけは唯一何度も読み返している本なんですね。初めて読んだ時に、あ、エッセイってこういうものなんだって思って、例えば最初のこの父の詫び状というタイトルのお話も、
父の詫び状のことだけを書いてあるんじゃなくて、うん、最初に届け物の伊勢海老の話が出てきて、そこから猫が四角くなってしまう夢を見てみたいな、全然話がこうどんどん向田さん流に飛躍していって、うん、で最後にストンと父の詫び状の話になるっていう、その鮮やかさっていうか、うん、それに驚いて引き込まれたんですけれども、うん、日常を見つめる本当に鋭い観察眼と、うん、でも鋭さだけじゃなくて、そこに静かにたゆたう愛というか、優しさだったり、そういうのが本当に気持ちよく混ざり合っていて、すごいいいなと思って、後書きを読んだら、父の詫び状のエッセイが銀座百店という冊子に連載をされていたんですけども、その連載の依頼があったのが、向田さんが乳がんになって、その手術が終わって退院した1ヶ月後で、その時は長く生きられないかもしれないっていうのと、利き手が右手だったんだけれども、その右手が病気のために全然動かなくって、全部このエッセイは左手で書いた。でそういう時に自分はどんなものが書けるのか試してみたかったっていう、何か一つの覚悟のようなものを感じて、すごく文章柔らかいんですけれども、そう思って読むと、こうなんか底辺にあるものがとっても、なんだろう、何か違うものを感じて、ゆっくり自分の遺言状を書こうかなと思ったって書いてあるんですけれども、そのなんか長い走馬灯のような一つの本が、向田さんの長いゆっくりした走馬灯のように感じるエッセイだなと思ったんですけど、ね、の表題作になっているその父の詫び状のエッセイも、最後の一言の決め方がすごく、ね、ちょっとドラマっぽい、ドラマっぽいですよね。決まったっていう感じの、小説ではないんだけれど、エッセイでもそういう構成をしっかりしてて、オチをバシッと決めてくるのが向田さんの特徴の一つでもあるよね。他には好きな、私はある、あとすごいなんかメモってんじゃん。毎回結構なんか、これ最初の方は昔は読んで何が一番好きかみたいな感じで丸をつけてたんだ。そう、子供たちの夜が一番好きで、2番目がネズミ花火でみたいな、これは多分すごい、この人ね、台本もそうなんですよ。台本もめちゃめちゃ書き込みをしてて、私もペラペラだから何にも書かないからびっくり。でも、あれ、子供たちの夜が一番好きなんだ。その時は子供たちの夜が一番好きで、キリスト教の関係の方から愛のお話を書いてくださいっていう風に頼まれて、普段だったらそんなもの断るんだけれども、依頼してくれた人の声が優しかったから、なんとなく受けちゃって、じゃあ何を書こうかなって床に寝そべって考えて、で浮かんできたこう子供の頃の話をこう書いていて、でもなんかそういうのも書くのもっと思ったから、その後2番目か3番目に思い浮かんだ愛の話を書いたっていうオチなんだけれども、愛っていう言葉に違和感があるみたいなことを書いてるのってそれだよね、確か。そうだった気がする。向田さんの小説とかもそうだけど、一番伝えたい思いみたいな、一番ダイレクトに伝わるはずである言葉みたいなものを向田さんって書かないじゃないですか、ね、愛してるとか、会いたいとか、好きですとか、なんかそういうのの原点がこういうエッセイを読むと、ああなんか愛はちょっと外来語みたいだから私には合ってないわみたいな、そういう裏話があるので、その小説とこう照らし合わせて読んでいくと、なんか腑に落ちるよね。男性から見て向田さんのエッセイってどういう風に映ってるんですか？親近感って言うとおかしいですけど、すごい理解できるところがあるんで、なんかそのこういった変かもしれないですけど、女性してないという感じがすごいするので、なんかすごい自分は好きですね。さすがですな。そ
女らしさもきちんとあるんだけれども、細やかなね、うんうん、だけど重くないというか、そう、押し付けてこない、うん、さっぱりきっぱりしてるとこもあって、うん、これはね、そうです、最初のエッセイですもんね、そうだよね、最初のエッセイ、著者の第一エッセイ集、そうだよね、うん、でこの文庫本の解説を書いているのが沢木耕太郎さんで、でこの解説を書いている途中に向田さんが飛行機事故で亡くなられた、うん、ここまで書いたのがその解説が結構長いんですけれども、うん、とここまで途中でここまで書き終わったのは8月22日の土曜日だったって言って、うん、最後がその亡くなった日から2ページぐらい書かれているんですけども、うん、それこれも全て含めてなんだか、うん、エッセイなんだけれども、うん、ドラマかなりドラマチックだし、うん、そうだね、うん、そんな父の詫び状をお届けしました、うん、次は山下さんおすすめの方をご紹介していきたいと思います、はい、小説のアウンです。ある、そうですね、2つの家族をめぐるお話ですね、うん、まあその立場とかちょっと違ったりするんですけど、うん、まあ、昔の付き合いからということでつながっていく話ですね、うん、さっきも酒井さんがおっしゃってました、直接そう言わないんですよね、全部行動で一個一個示していくっていう、うん、その、まあ、娘だけがその実際ちょっとそういう場面はあるんですけど、他のところはお互い思ってることは文にも実際なってないですもんね、なんか直接的なことは全部行動だけで書かれてて、これ読んだ時にすごい面白いっていうか衝撃で、自分の中ではですね、こういう書き方もあるんだなっていうのを知った一作です。面白いよね、特に私は男の人の金銭に触れる作品性だなと思っていて、男性に向田作品読みたいんだけど何から入ればいいって聞かれると、うん、私は必ずアウンを勧めるんですよ、まあ、作家は女性ですけど、うん、男の機微とか、虚栄心とか見栄とかプライド、だけど優しくとか甘ったれてる部分、強さとか、そういうものが本当にすごくよく描かれてるなって思うんですよね、そうですね、一方的じゃなくてその両方をちゃんと描いてるのがすごいなって本当に、しかも書いてるのは、まあ、向田さん女性の立場からなのに、なんかここまで分かるもんかなっていう、不思議な作品だね、なんかまあタイトル通りアウンってまあ狛犬ですけど、なんか私これを読んでてすごく思うのが、タミっていう奥さん、門倉の奥さんだっけ、門倉の奥さんの方だっけ、門倉の奥さんとまあ男友達2人の話なんだけど、じゃない、千吉の方、千吉のか、千吉の奥さんか、なんかね、この男、アウンの男2人がすごくなんかゆだゆだしながらこうバランスをとっていて、その真ん中にいるのが民で、でなんかそれはヤジロベみたいな関係で、民がいることでフラフラ揺れちゃうし均衡が保てるしっていうのがすごく危ういんだけど、その揺れみたいなものを3人とも心のどこかで分かってて、なんか楽しんでるところも垣間見えるっていう、でそれはもうまさにさっき山下さんがおっしゃったように直接的な表現はしてないけど、なんか裏ににじむ感情、人間の業みたいな部分がすっごくうまく描かれてる感じがしますよね。水田千吉と門倉とどっちだなとか自分に当てはめたりとかもします？当てはめられなかったんですけど、なんかどっちも羨ましいなっていう、羨ましい、なんか、なかなかこういう2人、多分男同士でもなかなかなれないなって、多分だって門倉は多分民のことを奪おうと思えば奪えるかもしれないじゃないですか、結果はどうあれ、でもそこをしないで、
下戸さんを引いてあげたりとかするのも全部水田のためだったりとかしてたり、うん、それ多分それもできないだろうし、うん、で水田は水田で今度生まれ変わったら今度はあこうなっていう場面があるじゃないですか、うん、あれとかは絶対言えないだろうなと思うんで、うんうん、まあところどころは共感できるんですけど、なんかぴったり当てはめられなかったんですけど、うん、なんか自分ないところだから逆にすごい羨ましいなって思った感じですよね。これは名作だよね。で、あの向田さんの小説版ということで、うん、こう向田邦子原作で、うん、もともとシナリオだった阿修羅のごとくとか、うん、そういうものが小説版として発売はされているんですけれど、小説版は書き直して他の作家さんが書き直したものなんですね、うん、だからまあ向田さんのベースはもちろんあるんですけど、ただ向田さんが長編小説は実は一冊しか書いてなくて、それがアウンなんですよね。とシナリオなんですよね、他は全部シナリオだから、実は長編はこれしかないっていう意外性も見どころの一つになってくるんじゃないかなって私は思いますけどね。小説家のイメージもあったのに、やっぱり短編で思い出トランプの中の3作、カワウソと犬小屋と花の名前、で、まあ、直木賞を受賞しているから、やっぱり、短編のイメージが私は強いですけど、なんかエッセイの名手ともね言われているけれど、やはり創作物のクオリティの高さはちょっとえげつない。本当思いますね。こう生めかしさもすごくあるなと思って、こたつの場面、3人がこたつに入って、足だけがこたつに入っていて、で民がちょっと門倉の方に足を寄せて、でも触れ合わずまた戻すみたいな、もうそれだけですごいドキドキ、あのシーンがもう直接的にねこうなんかするっていうより、一歩を踏み込まないんだよね、それがすごくバランス感覚があって素晴らしい。でまたアウンって、他の向田作品って切り口がやっぱり鋭いし、なんか印象だと色が濃い小説が多いイメージがあるんですけど、アウンって読んでる時も読み終わった今思い返しても異常なぐらいキラ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 光ってる、そういう作品、ただ一つの作品だなっていう印象がある。それは何でなんだろう、青春っぽいからなのかな。狭間っぽいですよね、その娘のもあるし、もう大人のところもあるっていうので、なんか両方があるからそのキラキラ感が保たれてるのかなって思いますね。最後まで落ち着くっていう感じでもないもんね、このラストも。そうだね。ちなみにどちらに惹かれますか、水田と門倉だったら。これは私は門倉。あ、でも結婚するんだったらそう、この3人を見てて、この3人、門倉と千吉と民の関係面白いなと思ったんだけど、門倉の奥さん、いつも家で待ってて、で門倉はいろんなね愛人というか恋人がいたりとか、でその門倉の奥さんも門倉が民のことを思ってるっていうのも気づいてるっていうので、この奥さんの立場になると結構ちょっときついなっていうのは。門倉の嫁になるのは辛い。嫁になるのは辛いかな。私はなんか自分自身が門倉タイプな気がするんですよ。なんか世話焼きたがったりとかで、ある日突然なんかってなんか募ってしまったりとか、そういうところがあるので、割と千吉に惹かれがちだなって思います。
まあ、すごく千吉は愛すべき存在。そうだね、なんかにじみ出る、うん、なんか男の可愛らしさみたいな、うんうん、天性の感じがあるよね。はい、向田邦子あうんをお届けしました。最後に酒井若菜さんのおすすめの本をご紹介していただきたいと思います。はい、はい、私が紹介するのは向田邦子の恋文です。はい、はい、すごく迷ったんだよね。それで最終的に、うん、あの山下さんがアウンを選んで、うん、めぐちゃんが詫び状、うん、だから小説とエッセイできたので、うん、ちょっと変化球で最後は、うん、バランスを考えていただいて迷ったんですよ。やっぱり思い出トランプっていう短編集も素晴らしいし、うんうん、まあ、関連書籍として、うん、向田邦子の日差しっていう、うん、爆笑問題の太田さんが、うん、書いてる本があって、うんうん、その本もあのいろんな短編とかシナリオとか、うん、素晴らしいものを、うん、ガンガン載せてる本があるんですね。もう入門書としてはうってつけの本があって、うんうん、それとこれで迷ったんですけども、うん、今回はこれにしました。向田さんが亡くなってしばらくしてからこう見つかった茶封筒の中に入っていた、うん、5通の手紙と、かつての恋人の日記と、うん、まあ、送り返した手紙が2通かな、うん、入ってる茶封筒が見つかったんですけど、うん、これ最初の70ページぐらいで恋文の部分はもう終わっちゃうんですね。でもその70ページがとても大切で、まあ、簡単に説明すると、向田さんは10年ぐらい20代から30代の半ばまで一人の男性と付き合いをするんですが、最初その相手の男性は結婚をしていて、で今よりもそういう妻子ある男性と付き合うことは軽蔑されるようなことだったから、うん、本当に隠さなければいけない秘め事だったわけですね、うんうんうん、で後に彼は N 氏アルファベットの N 氏って書いてあるんですけども、うん、N 氏は、独身に戻りやっと、うん、晴れて外を手をつないで歩ける関係になったところで、うんうんうん、彼は今度は脳卒中になってしまって、うん、足が不自由になってしまうんです。でそうすると歩くことが困難になりますから、うん、向田さんが生活面、うん、経済面、うん、精神面、うん、全てをサポートしてあげるんですね、うん、ですが最終的に彼は、自殺をすることになってしまうわけなんですが、その彼が亡くなる直前の4ヶ月ぐらいかなの向田さんとのやり取りを往復書簡的な感じで載せているんです。でそれがすごく向田さんからの手紙はチャーミングで、その後阿修羅の如くとか、阿吽とか人間の機微を描く基礎になっていると言っても過言ではないぐらい、でまたもう先ほどからもう重複してしまいますけど、うん、一番大事なことは言わないっていうのがここでもうすでに発揮されていて、うん、ラブレターなのに好きですとか会いたいとか言ってないんですよね、うん、だけど愛おしくてたまらない、うん、で切ない読んでて、うん、なんかすごくチャーミングな本だなと思いましたね。本当にお互いが思い合ってるっていうのも、うん、好きだ好きだって書いてないけれども伝わってきて、うん、でその N 氏の日記も亡くなる前日まで書かれてるんですよね、うん、でぷっつりと終わってしまうっていう、もう悲しいです。悲しい。これは私は向田さんの入門書としては絶対進めないんですけど、うん、ある程度作品を読んだ後にこの裏話を知ると
またさらにエッセイとか小説とか違う読み方ができるような気がしていて、それこそ詫び状でお父さんと喧嘩をして一人暮らしを始めるっていう、出ていきます、出ていけっていう、そのやり取りがある、あの向田エッセイの中でも有名なエッセイがあるんですけども、実はこれを読むとその8ヶ月前にこの N 氏が自殺をしていたとか、そういうふうに照らし合わせて読むと、あの詫び状に書かれていた出ていきますっていうところに至るにはまた別の思いもあったんじゃないかなっていうことが垣間見えてくる感じがしますね。すごくいい、いいですね。これ文庫本だと、その太田さんの後書きがついていて、単行本にはついてないんですけど、その後書きもすごくいいんですよね。すごくいいんです。先ほども出しましたけど、向田邦子の日差しっていう本もそうですが、向田さんの本を、なんかね、すごく分かりやすくロマンチックに表現してくれてるっていうか、向田邦子さんに対する愛情がすごいんですよね。でもし自分が本を出して、自分が死んだ後にこんな風に自分の本を読んでくれたら、作者としてこんなに嬉しいことはないだろうなって思うぐらい、本当に秀逸な文章力と理解力とピュアさを持って敬意を持って書かれていて、すごいいい、そうです、もうぜひ私は文庫版のこの、解説も含めて読んでいただきたいなと思いますね。そんな向田邦子の恋文をお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、あっという間にエンディングになってしまったんですけれども、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。なんかあっという間すぎて、話足りない、話足りないです。あと3日ぐらい欲しいです、ね、また来てください。はい、また来させてください、ぜひ。はい。山下さん、これからもう、ね、はい、お仕事に、あ、そうですね、はい、回転し、回転しちゃいますからね。本当に頑張ってください。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来月お会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。